こんばんは。今日は2020年ですね。懐かしいですね。2010年もね。あの時何をしてたか皆さんもね、思い返してみてください。さあ、2020年の10月の31日、JR 九州熊本駅にほとんど最終の新幹線でやってきました。この辺りの再開発の具合がもうそれはそれはすごくてですね。あそこビッグカメラができるっていうんだからびっくりだ。それから再開発というか、まあ開発かな、向こうにもタワーマンションとか新しいホテルとかね、いろいろできてますよ。努力は実る。お母さん、浪人させてください。北九州予備校。そしてこちらにできました東横インも、私が前来た時はなかったと思いますけど、タワーマンションみたいな、こんなでかい、でかい東横インができましたよ。それからこちら、これも JR 九州のホテルですね。ザ・プラザも、それからアミプラザもここに建設中か、すごいよね。前ここ何があったんですか？なんか何もなかったんですよ、熊本駅前って。つい最近まで熊本市の中心部って多分からしま町とかそういうところ、要はねお城の近くで、この駅からは随分離れてるんですよ。だから、駅に着いたら路面電車に乗って町の中心部へ行ってホテルに泊まるみたいな面倒くさいことが必要だったんですけど、新幹線ができたからかな、もう博多から33分便利なところになりました。で、駅があまりにも便利すぎるんで、その周辺にどんどんホテル建っておりまして、まあ、その中の一つですね、このタワーマンションのような東横インに今日は泊まります。でもこんな大きな商業施設まで駅の裏にできちゃって、もう巨大すぎますよこれ。あ、信号が点滅してる。鹿児島市もそうなんですけど、旧繁華街の人たちはもう相当なショックでしょうね。あんな立派なものまで作られちゃって。さあ着きました。久しぶりに来ましたよ東横イン。これなんで東横インっていう名前なのかって、ね、これ面白い歴史がありますんで、まあ、私の口から言うのはやめてきますか。よかったら調べてみてください。やばいなこれ、27階建てですってよこれ。信じられん、27階全部東横インの客室なのか。すごいあれだな、このご時世ではそう簡単に満室にならないんじゃないですか。東横インって強いんですね。さあ着きました。この数字が増えていくのを見るだけでも楽しい。同じ仕組みだからね、どの辺よいしょ。ああ、完全に東横インだ。いつ来ても東横インだ。もうなんか東横インって全てが同じっつうかねあの韓国に行った時なんかとても安心しましたけど、プサンに行った時もね、東横インあるんですよ。泊まったんですけど全く一緒でしたもんね。よいしょ。あの、もしかしてトイレも一緒なのかな。ちょっとここに置いて、ワンポイントアドバイスってあるでしょ。ほらほらほら、あるんですよこれね。この大きなお荷物はベッドの下を、このベッドの下のところにこんな風になってるの、まあ、入れられるんですけども、別にこれで十分ですわ。まあアドバイスしてくれるのはありがたいです。出たよこのトイレ。東横インのトイレってね、基本的にこういうやつなんですよ。これ古いのかなと思いきやね、これ新型みたいなんですけど、多分そうでしょ。もうどこ行ってもこの形なんですね。もうなんかこのシャンプーのやつとかも、もうどこ行ってもこれだし、ここももうまあまあまあ、さあ当たり前なんですけど、ね、どこ行っても統一するのはそれ当然のことなんですけど、もうこんな素敵な熊本城の水彩画っていうんですか、飾ってくれてるね。でもね、基本いつも東横インのこの下のところってね、結構開いてるんですけど、ピチッと下が閉まってる。これいいね、廊下に音がなんかあんま漏れないんじゃないかって気がしますが。この青いサッシを開けたらね、ここのポケットね、こんなん入ってたんです。これはやばいぞ。東横イン全店パンフレット。すごいことだよ、これは。多分、とんでもないことになってる。これ一個一個が東横インなのか。韓国の東横インだけでもこんなにあるってことですよね。すごいな。石垣島とかね、これ沖縄県だけで、これ鹿児島県、九州、沖縄か。で、これが、山陽って感じかな。でこれが近畿。信じられないほどあるもんな。この東横インの1店舗1店舗に大量の従業員がいて、その従業員のそれぞれに自分たちの人生があると考えると、なんかすごいですね。これ信じられないことだな。どんだけでかい企業なんだ。なんかこれを読んでいて、圧倒的な巨大資本の前になんか打ちのめされるような気分になるな、これを見るだけで。この分厚さですよ。東横インだけで電話帳作れるんじゃないのって感じ。
今回はですね、私東横インに直接予約はしてなくて、ツアー旅行に参加という形です。まあ、普通であれば JR 九州の切符を買って東横インに宿泊の予約をして泊まるということになるんですけども、JTB 旅行会社に頼んでですね、まあ、それでその2つがセットになった商品を作ってもらって買うということをやっています。で、新幹線で博多から熊本まで往復をする予約と、それからこの東横インの宿泊がセットになって13,700円というツアーなんですけども、まあ、GoTo キャンペーンでこれがですね、あの実際の支払い額が8,905円で、さらに2,000円が地域共通クーポンで補助されると。これはですね、あの補助額が2055円なんですけど、これ多分1000円未満は切り捨てなんですが、ちょうどね、もらえるクーポンの額が2000円ぐらいということで、かなりいい得してるね、プランになるわけです。実質、だいたい7000円ぐらいで JR の往復とこの宿泊もついちゃうんだから、すごいですよね。で、ところが宿泊してみるとホテルのところに名前書いたりとかして、特に地域共通クーポンとかね、もらわなかったんですよ。でも、まあ、よくよく考えれば、これは JTB との契約をしているんだから、東横インから地域共通クーポンもらうわけじゃないし、でもツアーの申し込みとかした時点で JTB から特にクーポンとか郵送されてないし、これどうすんのかなと思ったらね、電子クーポンをなんか自分でスマートフォン操作してもらわないといけないらしいんですけど、なんかね、これでね、いろいろメールとかに書いてあった情報を入力したんですけど、これでいいんだな。こいつが電子クーポンか。あ、それで2000とかやってボタンを押すと、あのなんか支払いのところで使えるってことか。難しいですね、これ。もうホテルの景色はどうかな。別に特別すげえ景色が見えるってわけじゃなそうですね。悪いけど、あ、でも路面電車の線路があるから来る時間になれば見えそうですよ。はい、それでその後下でこれ100円で買ったんですけど、水など買ったりしたんですが、こんな時間になっちゃいましたよ。 YouTube 見てたのがいけなかった。もうクソサイトで閉鎖した方がいいですよね。テレビをリニューアルいたしました。どうぞごゆっくりおくつろぎください、書いてあります。なるほど、なんかいろいろね、おしょ、ごめんなさい、僕汚いのは載ってるんですけど、アクアス目の付けどころがシャープですね。あ、いかんいかんいかん、土足のところをね、あの裸足で乗っちゃいました。まあいいや。これ寝巻き実は久々に来たんですけど、ここだけかもしれないですけど、とってもいい匂いですね。なんかおじさんの服を洗濯した感じの、いや、いい匂いなんですよ、多分わかると思うんですけど。じゃあ寝ます。6時間ぐらい眠れるんで、まあいいでしょ。最近9時間とかずっと寝てたから。お前忙しいんじゃないのか。忙しくてもね、夜寝てるんですよ。携帯電話アラームつきっぱなしって。よし、窓はね、ちょっと開けて寝ますわ。まあ、この部屋暑いんですよね。暖房ついてるわけじゃない。じゃあおやすみなさい。11月か、早いよね。はい、おはようございます。11月の1日日曜日の朝です。 YouTube でハリーポッターの吹き替えとかね、朝起きてからゆっくり見てまして、これあんま良くなかったな。時間がちょっと経ってしまいましたけど、いいね、九州らしい景色。天気は晴れてるんですけど、残念ながら今日はね、なんか午後から悪くなるらしいんだよな。もう困るよ。はい、こういう時間ですね。今ね、朝ごはん食べて出発です。駅の改札じゃない、間違えた、開発の具合もすごいですね。東横インといえばやはり朝ごはんを食わなければいかん。名物の朝食も食べて出発です。それで最終的に後の予定の関係で新八代の駅まで新幹線で来ましたが、これですね、GoTo キャンペーンの地域共通クーポン2000円分はね、これに使いました。まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、あの新八代駅で売ってるくまモンのネクタイ、もともとなんかこれ都ネクタイって大分のやつらしいんですけども、まあ、ともかくあのこれ最長往復切符の時に、ね、最初にここで買ったくまモンのネクタイで今でも使ってるやつなんですが、あの来るたんびにですね、どんどん増えていまして、この黄色いやつは前から持ってたんですけど、ちょ熊本くんにあげちゃったんでね、もう一回買い直しましたのと、まあ、それからこれはまだ持ってなかったはずだなということで、あの熊本に来るたんびにネクタイ1本ずつ買うと、まあじゃあ大体こんなところですが、どうもありがとうございました。